そうも元だって。ああ、なってえ、ごめん、ちょっと俺今後ろ向いてた。おい、そうも元だって、そんなしです。エオです。何言うとか分からなかった。スーです。スーです。危ねえ。何？めっちゃ引っかかった今。紐な。あ、ほどけちゃったの？ほどけちゃっていうか、じゃなくてあれギアチェンジにね、引っかかったんだよ。え、危な。俺もある。え、だってこけるよ。もう脱げ。裸足で乗ったことあるバイク。バカじゃねえの。あのね、俺ど田舎だからさ、実家がね、うん、普通に夏になると俺が住んでるところから、そのまあ、村なんだからね、うん、3000人もいないし、プールまではだいたいおよそ400メートルぐらいですね。ああ、ヘルメットも使わずに、B さんも履くのめんどくさいから、まあいいわと思って、もう裸足でバイク乗ってそのまま行ったんです。あれですよ、日本国内じゃないですよ彼は。日本国内じゃないですか。日本国内でやってたらもう逮捕もん。終わり。ちょっと若くてバカだった。免許バカだけど、免許剥奪。いや、これね、親にバレたらとんでもないことなんだけどな。ちゃんとエドのお母さんにメール送っとくから、 URL。 この動画の飛行機にも乗らずに多分ね、泳いでここまで来ると思う。お母さん叱るにね。怒るために。うん、多分悪だな。マザーロシアの女性だからね。あ、怖いね。ロシア。ロシアの女性たちがね、もう強いからね。ロシアなの？あ、ロシアなんだよ。え？俺ロシア。俺ロシアなの？え、でもお前ら今更だ。お前今更なの？え？なの？ロシアとのハーフ。ロシアと日本のハーフなんだよ。いや。日本かい。嘘つけ。何が本当かわからん。皆さんにあんまりね、嘘をついちゃいけないからね。え？僕韓国と中国でしょ。ね。増えるんだったら。増えるんだったら。お、すごいね、おっちゃん。おっちゃん、おっちゃんすごいな。いや、わかる。新型かもしれない。あれは新型だな。あれは新しいぞ。俺もさ、こうやって。やるもんね。俺もこうやって。俺もそれやるもんね。耳すっごいでかかった。耳とか関係ない。どうしたんだろうね、あれ。あそこでまさかね、待ってるとは。自分のチャリンコがオートバイだと勘違いして。いや、ブレイブだよ、ブレイブ。勇者すぎる。あ、それここ左側行っといた方がいいんだっけ。高橋さんまで行っちゃうんだっけ。まだか。まだ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 。覚えてるの。いや、なんか毎回道を間違うわけよ。そう、気がついたら高橋卵に、そう、高橋卵に吸い寄せられてる。そう、一回行った方がいいかもしれない。一回工場見学した方が多分。一回餌やりに行った方がいいかもしれないな。社員に社員に。まあそうだね、社員に吠え。あれやるしかないかも。よし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 。やらなきゃいけないかもしんないね。やった方がいいかも。本当騙されるわ。気がついたらなんか入ってるもんね。そう、右車線専用 車両になってるから。車両。車両じゃねえ、車線か。そうね。あ。ボーリングやん。そうだ、ラウンドワンだ、行こう。ね、毎回言ってんな。毛玉呼んで。こっから。多分4人で来る時も言うだろうね。毛玉呼んでって。毛玉呼んで行くべ。後ろにいんのに。てかさ、もっと有名になったらさ、元サピのさ、ステッカーもパチ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 いろんなところに入ったい。ちゃんと QR コードもね、うん、渋谷とかさ、原宿とかさ、たまにあるじゃん、こうなんでいっぱい貼ってる。よくわかんないステッカーがあっちこっちに貼ってある。まあ、さ、足つくじゃねえか。俺らの足つくじゃん。モトサピで QR コードも載せて。QR コードあって連絡先とか。キノコ、あ、そうだ、キノコって、あ、そっか、この前なんでもない。キノコ取りに行きたいなと思ったんだけど、やっぱ山は誰かしらのものだから許可取らないといけないみたいな。まあ、だし、そうだね。怖くない？キノコと取るの、うん、いや、別に分かるから大丈夫。ええ、絶対信用しないよ、俺。絶対信用しません。俺はね、
通に実家で、ね、スペインで普通に取りに行ったんだよ、毎年。わかるからって、死んだらどうするこれ、これ食べても大丈夫だよって言ってさ、パクって死んだらどうするたぶん。何？何？え、なんかあの車、なんか後ろ覗いてる子いない？え、気のせい？え？え、お、お、お、怖あれ？何？何？何？前の車、前の車、なんかさ、見てんだよね、なんか後ろ見てね、子供が。今すごい体がもう、そんな怖いこと言ってやん。いや、ほらほら、見てみ？わかる？え？右の車なんだよ、そっち。え、こ、え、なんかさ、横分けした子供がさ、まあ真ん中分けか。本当にわかる。なんかずっと覗いてさ。どうせ次ここの車に乗ってたら。いきなりボーンって。ボーンって。食べる。どっちも怖えわ。食人族はいるし。なんだっけ、カーニバルじゃなくて。カニバル。あ、カニ。カーニバル。カニバリズムだからね。今日の企画話してなかったね。今日の企画は、エド君のためにバイクのお守りをもらいに行くと、また。はい。また。ツーリングだから、まあ、軽くね。そうね、楽しんで。うん。かわいい、このキティちゃんの車。ほんまに言ってる？いや、本当に、うん、いや、その、ある曲がめっちゃ出てくると思う。絶対。ああ、さ、それほど有名ってことでしょ？俺でも知ってるような。めっちゃ有名。他になら絶対分かるのがどれだ？ We are the champions! あ、はい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 、はい。それね、あれだ。2992のバルセロナオリンピックのために。1900?1992 俺が生まれた年だよ。すげえだろ、お前何歳だよ。未来にも届かんだろ。え ?800 年後ぐらいだろ。1992でしょ ?2000?2000?2000?1992? いやいや、1900、1900、1900。おい、何の話してんだろうな。俺もなんか、どんだけ未来の話してんねん。とんでもない未来人だな。そんな先まで決まってるんだね、ちょっとね。ああ、本当にな。あ、あれ？あれもそういえばもう、あ、できる？やえれるよ。やえゾーン来たぞ。やったー。あ、あー、うえーうえーなんか、あ、やんないとなみたいな。ね、恥ずかしいけど、やってみる。わかる、恥ずかしいよね。恥ずかしいよ。無視された時の、そう、心の傷つきが。めっちゃ心の気えぐられるからね。バイバイ。おー、いいね。あ、来たぞ、いっぱい。お、お、やるか。笑ってたな、だよね。嬉しい。嬉しい、ね。いいね、いい、気持ちいい。お、お、かっこいい。お、めっちゃかっこよかった。かっこよかったし、かわいかったし。で、ギュッてやった。あーもう、なんか、ね、絶対いつか来ると思ったんだけどね。油断したー。次は降りて。え、何あのバイク。めっちゃ落ちる。え、かっけえ。おーおーおー、すごいな。うわー、誰だ。肩がめっちゃ動かるもんね。だから良かったけど。まあね、そしたらいいわ。ここだよ。あ、もうここでし、あら、あら綺麗。え、待って、これ神社？いや違う、これじゃあ、これご飯？そう、ご飯、ご飯。あー、びっくりした。あと20キロだよね、だったら割と早かったなと思って。ほら、めっちゃ車。
険だな、みんなの後ろにつくの。確かに。あ、やべ、青だ。左行って。オッケー。いやー、あれだね、景色がオレンジくなってきたね。今の時期さ、ほんとにすぐに戦闘様消えちゃうの。やばくない？だって3時だよ、まだ。3時の感じじゃないよ、ね、あ、なんかもう6時ぐらいだよね。うんうんうん、本当にびっくり。うわ、かわいいミニ。うわ、かわいい。うわ、めっちゃめっちゃか。うわ、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 昔のだし、しかも、かわいい。これミスタービーのやつだったっけ。わかんねえ。ミスタービーのやつが、なんかもっとちょっと大きかった気がする。これね。なんか、お店じゃないよね、これ。なんか。違うよ。あ、親があるね。なるほど。左でここら辺砂利あるから気をつけてね。おお、了解了解、ありがとう。はい、到着。また来ちまったな。また来ちまったな。いいでしょう。でもまた次も来るよ。あのお守り神社大好き大好き、あの元サーピエンズです。外線やっついで。それはもういいや。どうやってやんの。金小銭ポイって投げて。あ、そういうことね。ペペペンって。どこにあれするの。あ、あそこ、あれあれ。あ、え、お金は500円玉だった気がした。でもどこに入れるの。ここと一緒に入れるの。ここに、あ、これにまず書いて、こういう風に書くの。あ、右がステッカー。こっちがステッカーで、こっちがお守り。これは、あ、これはこれなんか、あ、ポイってやるの、うん、そう、一緒に。1000円が入ってる。お願い。すごいね。あ、みんなで2人で1枚とか入れたのかな。あ、そうか、それありね。あの、やらかした。何？名前書いてない。あ、しょうがない。まあ、プレート書いてるわ。いや、プレートは俺のものだからいいわ。うん、何も気づくかよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。取るか。下行こう。名前が、ちょっと名前忘れてたのは。名前忘れてたからって。罪重。紙に名前書かないだけでこの階段から落とされるって。さあ帰りましょう。入りましょう。気をつけてね。お、綺麗だな。少しだけ。わあ、何これ、めっちゃ綺麗な。飛行機か。飛行機のね、あの、あれ、残り雲がいいね。交代、あ、交代してるか。おお、音が重かった。ね、本当にナスのバイクは本当にかっこいい。そう、音は音だけだからね。そう、音だけだから。バイクは全然かっこよくないけど。全くかっこよくない。油性ペンで落書きするから、ね。まあ来いよ、俺の後ろに。いいぞ。ガチャンって。まあこんなこれでも全然いいと思うけどね。だって。C に出せば、あ、そう、C が遅れたらすぐは一人で。まっすぐ行っちゃって。あ、あれ左だったって。俺は左行くから、とりあえずなんとか。え、あ、じゃあねーって。あれだよ、あの、両足開いて。両足開くんかい。なんでカメラつけてないんだよ。というわけで、お守りをもらいに行ってきました。今更めっちゃ経った。行ってきましたというところで、僕が名前を、自分の名前を書くの忘れたんだけどね。そう、バチ当たるよ、だから、うん、絶対こけるだろ、これ。趣味重いな。バイクはなくなるだろ。名前書かなかっただけで。これね、毛玉をやるときにはね、俺の名前も入れてもらおう。一緒に、うん、一緒に。多分毛玉アホだから何も書かずに、多分毛玉アホだから何も書かずに入れちゃうよ。毛玉ね、すね毛と一緒に入れそう。呪われるやろ。これ多分1時間ぐらいも動かないかな。俺らなんだかんだよ、ここで3日待ってるね。動かなさすぎて3日待ってるね。3日目、すごいな。はいはい、渋滞です。渋滞で動けません。とんでもない、とんでもない渋滞ですね。死んだので、うん、ここで終わります。終わります。はい、終わりです。
今ぶつけなかった？だね。いや、だって、楽しかったです。楽しかったです。人数もね、またみんなで増えたんで、うん、6人ぐらい。こっからね、そう6人ぐらい増えたんで。いよいよ大状態なんで。毛玉が入るまではね、あとどんぐらいか、うん、毛玉もういらないよ。あ、いらないか。じゃあ今はもう、そうでね、これですごいね、増えたんだもんね、うん、こんなに増えたから、うん、もういいや。あ、毛玉、だって毛玉くん、うん、そういうことなので、じゃあ、終わりましょう。はい、じゃあね、バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバ